右側、水です。今日使ったのは、カソケランコのマイクです。このマイクはどこですか登場したばかりです。完全な機能。PK3H4H3。iPhone と Android の両方で使用できます。ですから、ライトリンバージョンの場合は、個別のライトリンバージョンがあります。今回はマイクが450元しかかかりません。音質は どうですか今すぐテストします。ノイズリダクションの一部、ああ、今はノイズリダクションの段階です。2段階のノイズリダクション。2段階のノイズリダクション。3段階のノイズリダクション。ノイズリダクションは3段階あります。次にこのトラックが指導するエンジンの横でインタビューを行います。 ノイズリダクションなしさて次はミュートです2回押すだけですどの音に慣れていますかさて今日のテーマは PK です PK PK しなければならないではどのような方法ですか P 足のように P する必要があります P は成果を出し P は幸せを出した来て入力するこの音は私たちのマイクに来ましたこの子は音がありませんさて業界の 59P5G を聞いたばかりですこれは私たちの家で現在熱狂的に売れているマイクウサギです 加速系アラジ氏はもちろん狂ったように売れていますよね。次に黄色のライトを使用します。黄色のモードでは、現在はブルーライトモードです。青と黄色のライトはどうですかそのうちの一つはノイズリダクションです。とりあえず聞いてみてください。ブルーライトモード、祈とう、祈モード。さて、機械が大好きな奇妙な技術者の上司として、 えーと機器や機器はどこにでもあると言えますそれでは最大限の誠意を持って皆さんのテストをお手伝いしますさて次に次のアクションを実行する必要がありますマイクをオフにするだけです本機のマイクを使って録音しましょうマイクを使用して音声を受信しますその前にこのマイクを指す有覧の使い方を学びましょうこれは送信機であり送信機であり 特に電源であり、それから、へえ、と、それはユランの子会社によって出されました。仕事の品質はかなり良いです。マイクの中で最もシンプルなもので450元しかかかりません。それから、防風カバー機能もあります。他の人の話を盗聴したい場合はどうなりますかああ、おそらくハミレコードになることができます。撮影に行くときは、実店舗で23回撮影し、 外部放送でレジを受け取ることができます。さて、私は今、私たちの DJIOS もポカとのシャットダウンにマイクの音を戻すつもりです。さて、今の音は私たちの DJIOS もポケット自体に戻って、皆さんのために収録します。彼が収録した結果は、距離が変わると、人の位置の変化、彼の位置の変化、音は明らかに変化します。それでは、 時間があれば皆さんのために AI というものを作ります。紙 AI の紙だから今、3000の悩みが私を悩ませている AI の紙をしたいので将来、黒い紙がみんなにサービスを提供できるようになります。はい。私たちは機会があれば iPhone と Android を使用します。そしてこれは iSun のテストではありがとうございます。 今のマイクはマイクグラフ。